おはようございます。ソド教室です。今日は暗唱の成果をご披露します。アイマスクをしていますので、見えない状態です。思考に気をつけなさい。それはいつか、答えになるから、答えに気をつけなさい。それはいつか、行動になるから、行動に気をつけなさい。それはいつか、習慣になるから、習慣に気をつけなさい。それはいつか、性格になるから、性格に気をつけなさい。それはいつか、運命になるから。辛いことになる、感謝を知らんから、苦しいことが多いのは自分に甘いがあるからだ。悲しいことが多いのは自分のことしか考えないからだ。怒ることが多いのは我慢だからだ。失敗することが多いのは今を懸命に生きてないからだ。生きずるが多いのは自分が戦いになれないからだ。焦ることが多いのは行動できてはないからだ。当たり前よ。ありがとうというのが感謝だから、何をおめでとうというのが称賛。もうダメだ、これからだというのが希望。なりたいならなってやるというのが決意。もういいよ、まだの党というのが認定。言葉だけは認識がわかる。努力する人は希望を与え、怠ける人は不満を与え、井上康氏。はい、成功です。ではアイマスクを外してホワイトボードの前の文を読んでください。はい、読書型は学習の進め。将来 AI に仕事を奪われない能力を見つけるため、今の小学生は何をするべきか。従来の学校教育はテスト範囲があって、そこから問題出すというものでしょ。それでは将来役に立たないでしょ。なんだろう、答えが分かったら問題だから AI が得意でくれて、ワークデータの素読教育を通じ、読書型学習法を身につけることで、答えのない問題を、答えのある問題を解く能力より、答えのない問題どう挑んでいく。読書について回答解決策を考えることが、これから活躍する子供たちに必要な能力。伸びる子、伸び続けること、共通点。小学生、低学年の頃は脳の抑制を大きくする時期です。多くのことを吸収できるように、容量を増やす時期で、抑制が小さいまでは成長していく中で、知識が入ってきません。なんとなく英会話を習うように、日本語で正しい敬語を使える方が重要です。練習は他にも可能にする。にゃ、政治分割はダメだ。家庭教育し、学力アップ。小学生がそのくらい児童募集中。はい、ありがとうございました。今日も前半は、右脳ドリルをやりました。ベノナファイル、その他の本も読んでいきたいなと思ってます。ではクイズをお願いします。はい、スルメイカはスルメかイカかどちらでしょうか。この次もお楽しみに。次の動画で答えの発表があるそうです。以上です。